ご存知のようにGNOME 43にはカラーモードに応じて背景を切り替えることができる新しい機能があります。しかし最も残念なことに、その機能にはいくつかのプリインストールされた背景が付属しており、独自の背景を作成するオプションはありません。幸いなことにフラタブにはこのアプリがあり、動的な壁紙を作成するのに役立ちます。まず暗い壁紙を選択します。次に軽いものを選択します。そしてピッカーは最後の設定を覚えています。ここで画像のプレビューを表示する必要がありますが、すべてを表示することはできません。しかし私たちの主な目標はすでにあり、新しい動的壁紙がリストに追加されました。設定から削除できないため、削除したい場合はローカル共有と背景にファイルがあります。またインターネットからより多くの背景をダウンロードすることもできます。